ミルクサッカーアカデミー井上真でございます。ノーミルク佐藤です。皆さんおはようございます。おはようございます。にわかニュースヘッドラインのお時間でございます。今日は1月22日金曜日夕方4時に、収録しておりますということで、先生、はい、です。お願いします。まあ、遺跡からね、はい、ちょっと面白ニュースまでいろいろ持ってまいりました、うん、ありがとうございます。今日も楽しみでございま す, います。こちらです。ドン出ました。はい、はい、一つ目でございます。はいはいはい。はい、ラリーガでちょっとした珍事が起きました。はい。はい。まあ、タケとかね、みんないろいろ頑張ってるラリーガですけれども。うん、はい。はい、乾選手と武藤選手が所属する、エイバルのですね、はいはい、ゴールキーパー、ドミトロビッチさんが、はい、ゴールを決めました。あれ？武藤が PK 取ったシーンはダイジェストで見ましたけどね、私ね。そうです。武藤が PK 取ったんですけど、実は今年、キーパー蹴ったってことですか？そうなんですよ。エイバル調べるといないの？本当？実はね、今年ね、はい、エイバルって4回 PK やったんですけど、はいはい、PK ってぶっちゃけ、はい、やっぱ3分の2とか4分の3は決まるって言われてるのが、はい、4回やって2回失敗してるんですよ、フィールドプレイヤーたち。はいはいはい。なんかそれもあって、そういう悪いなんか流れになってんだ、今。そう、それもあって、ちょっとキーパーで、ドミトロビッチちょっと蹴ってくんな、みたいな流れになり、それを決めたんです。すげえ、マジで。なんか悪魔払いみたいな感じだね。そうなんです、はい。やっときましたんで、次からあなたが。これ、ラリーガ史上7人目のゴールキーパーのゴールだと。すげえ、これ先生決まってたんかな、開ける前から。PK なんて。決まってたみたいです。監督の、はい、メンディリバルさんはもう、うん、試合前から PK キッカーはドミトロビッチとも決めてたらしい。すげえ。これってでもなんか、チームの流れというか雰囲気変わりそうですね、確かに。そうですね。はあはあ、なんか合唱コンクールでひょうきんなやつを指揮者にする先生いるじゃない？いやー、そういう感じある。一回だけやらされたことありますよ、僕だから。なんか盛り上がんないから、ちょっと井上くんやってって言って、いや、俺、音楽3ですよ、2ですよ、なんつって言って。ひょうきんだったからね、当時はね。ああ、そうですか。なるほど。顔で指揮してましたけど、私ね。顔、すごいな、コロッケが好きでしたから、私ね。いや、でもまさに今も、顔で指揮していただいてますから、見るわかも。いや、音声コンテンツだからね、これ。あー、僕だけの話になっちゃった。ありがとうございます。そうなんだ。ただ、びっくりしたのが。一回きりかね、でもね。まあ、わかんないですけど、ここはね。そうだね。うん、ただ、うん、ゴールキーパーのゴールって、はい、1週間に一人ぐらいなもんじゃないですか、あっても。1週間に1人。いや、そんなないでしょ。実はその隣見てください。ああああ、イングランドの4部なんですけど、EFL2 で、ニューポートカウンティというチームの、ゴールキーパートム・キングさんという方がいらっしゃるんですが、ゴールキックしたら入っちゃいました。どういうこと？ゴールキックは直接ってことですか？はい。で、これがね、今まで日本でも、あれだ、今松本の村山選手が何か決めたことはありますが、はい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 、なんとこのゴールが、しかもどうやら長さ 96.01m っていうゴールになったらしくて、はいはいはい、これが史上最長のゴールだってことで、ギネスに認定されました。すげえ。これは何、ゴールキックから直接入ったのってのは得点になるんでしたっけ？はい、なります。なるんだね。うん、どうした、向こうゴールキーパーどうしたんですか、どうしてたんですか？ちょっと前にいたのもあって。急になってたんですかね。客席見てた。これ、ダイレクトインじゃなくて、一応ワンバウンドはしたみたいなんですけど。ああ、そうですか。ペナルティーエリアの前で高く弾んじゃって、ググロ。で、相手チェルトナムっていうんですか、チェルトナムのゴールキーパー、グリフィスさんの頭の上越えて、そのままネットを揺らしたっていう。いいじゃない、これすごいね。珍事だね。珍事ですね。これでもちょっと話戻るけど、先生さ、その、エイバルのキーパーみたいな。毎回 PK になったらキーパーが開けるっていうチームはちょっと人気出るよね。いや、そうですね。別に確率そんなに変わんないわけだからさ。そうですね。毎回蹴らしたらいいのにね。でも、ただ戻んなきゃいけないのか、蹴った瞬間。失敗したらもう最悪です。そうか。それがあるもんね。そうですね。ああ、確かに。キャッチとかされたら大変だよね、これね。終わりですね。ああ、確かに。ね、ロストフの悲劇的なものがちょっと確かに、そのリスクはあるわね、確かに。はい。なんてことも、二つね、ゴールキーパーの話題があります。いや、面白いです。ありがとうございます。うん、そしてある意味では、はい、まあ、これは、はい、うん、リバプールファンにとっては秘宝だし、はい、最近海外見てる方にとってはちょっとした珍事が起こっております。はい、はい。まず、リバプール、はい、本拠地69戦ぶりの敗戦が起きました。逆に負けてなかったんかい。そんなに、ま、69ってどれぐらいかっていうと、そんなに何年とか、約4年。アンフィールドだっけ、アンフィールドだっけ。そう、アンフィールドで。おーおー、要塞って言われてますもんね。そうなんですよ。
あ、引き分けはあったってことよね、もちろん、ね。引き分けはありました。すげえなー。で、バーンリーかな相手に、この間負けちゃったんですよね。0-1 で。ただ、もっとちょっと、あれと思われるのが、うんうん、サポーターいないっていうのはあるだろうね。まあね。恐怖を与えられてないってこと。実はね、うんうん、なんか、去年、12月の中旬ぐらいに、はい、南のゴール決めたって、これ皆さんまず覚えてますよ、ね。南の、はいはいはい。クリスタルパレス相手に 0-7 っていう試合をやったんですが、うん、7-0 か、うんうん。それ以降、うん、点取ってないですよ、ほぼ。あら。しかも、直近4試合のリーグ戦に至っては、うん、確かにこれ4戦連続無得点です。ああ、確かにね。ユナイテッド戦もあんまり 0-0 だったもんね。うん、そう、いい試合だったけど、実は得点生み出されなくて0で、はい、で、負けちゃったこのバーリン戦でも0で、あらま。で、その直前にあったカップ戦、アストンビラ戦では4-1で勝ってるんですけど、リーグ戦ではその前、サウサンプトンにも0-1で負け、ニューカッスルに0-0の引き分けとかだったんで。まあ4位なんだもんね、今ね。ちょっと落ちちゃいましたね。確かにね、確かに。これ、この間、ミルワカのちょっと違う動画の方でも話したのが、はい、あの、逆にチアゴが入ったことで、うん、うまくちょっとフィルミーノが生かされなくなってるみたいな話もしたりはしたんですけど、ちょっとそれだけじゃ、なんかね、それだけじゃないだろうってぐらいに得点が。説明できないようなことが。はい。対策されちゃってるんですかね、これ今回ね。そうですね。ちょっとした問題が発生しちゃってるよ。これはちょっと南のきっかけにね、あの流れ変えてほしいですね。ですね。で、またこれ、リバプールとしてはめんどくさいのが、はい、週末に、はい、FA カップ4回戦でマンチェスターユナイテッド戦ってのがあるんですよ。あら、またやんのか。でこれ、もう3つがずっと続いてるんですけど。はい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 。それでやったカップ戦終わったと思ったら、ミッドウィークに VS 取ってなの。はいはい、わあ、これ続きますね。面白いですけどね。我々見る本分にはね。ねえ。で、はい、さらに週末、今度ウエストハムっていう試合があるんですが、はい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 、なんとここ3試合、アウェーアウェーアウェーの。あららららら。はあ、はあ、ちょっときついですね、なんかね。なるほどね。なるほどね。あれ、アンフィールドってお客さん入ってんだっけ？入ってたよね。一回入ってたよね。入ってたっけかな？またちょっとね、歌っちゃってたよ。ああ、そうか。またっていろいろ状況で入んなかったりしてんのかしらね。かもしれないですね。はあ、はあ、ああ、そう。まあ、みたいな感じで、リバプールがここから、ね、どう巻き返してくるのか、ちょっと楽しみなところでなるほど、そんな感じになってんの、今。はい。はい、うん、でございます、うん。今度は2段目、真ん中の列行きましょう。左側でございます。はい、近川。はい。うん、先日、香川トルコ行くんじゃないかみたいな話ありましたが。はいはいはい、ありました。新たな移籍先候補が出てきて、うん、はい、イタリアのウディネーゼとか、いいじゃない、いいじゃない。ドイツ、大迫選手の所属するブレーメンなんてのも出てきて。これ面白いですね、はい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 、残ったらね、はいはい、うん。あの、ロシアワールドカップのコンビネーション。この二人また再びみたいな。そうだよ、そうだよ。コロンビア戦がね、記憶が楽しいですけど。そう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 、うん。なんてことも起こるんじゃないかっていうので、まだまだちょっとどこに行くかわかりませんけれども、うん、まあでもそういうどっかには今行けるんじゃないか、一部リーグでも見られるんじゃないかと思うので。そうなんですね。はいはいはい。これ嬉しいね。ちょっと楽しみでございます、ね。ドイツでやっぱりもう一回見たいですけどね。見たいね、うん。確かにね。うん、なんか合いますよね、ドイツね。いやー、ね、これは。はい、見たいですよ。っていうところでございます。はい、わかりました。そして問題がちょっと真ん中でございます。うん、はい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 。結局、まあこれも皆さんご存知だと思いますが。そうなんですか。はい、セレッソ大阪センターバックヨニッチが上海新会の移籍が決定と。青いチームね。はいはいはい。はい、これセレッソ大打撃ですね。取られちゃったか。ね、もし、うん、あの、しかも同じくディフェンダーの木本選手も名古屋行っちゃってるから、うん、もし瀬古選手まで海外行ってたら、うん、ちょっとセレッソだいぶやばかったなと思うし、はい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 、これで瀬古くん夏に海外とかもちょっと難しくなっちゃいましたね。うん、そうか。今のこと考えると、ね。そういう、なるほどな。でただ、うん、どうやらヨニッチの後釜に、うん、センターバックのチアゴさんが加入したっていうリリースが出たんです。チアゴさんはどっから来るんですか？ブラジルのセアラーというところから。はあはあ、新しいチアゴなんですね、これは。そうなんですよ。はい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 。来るんですけど、はい、あのここでですね、あの問題がたくさん出ちゃいました、はいはいはい、これあのいわゆるチームとしては分かってる話だと思いますが、うんうんうん、まずヨニッチのところなんですけど、どうやら移籍金なしの移籍だったんじゃないかって今ちょっと言われていて、ほう、あれ、あのオルンガなら、うん、ほら7億5000万ぐらい柏に入ってくるってのがあるんでいいんですけど、うん、何も残さないでってこと？そう、だからまさかそんなことはないと思ってるんですが、はいはい、ヨニッチがこれでフリーで行っちゃってる場合だったらセレッソちょっとやばいぞってのがいい。あ、噂なんだね、それはちょっと。そうなんですよ。うんうん、でもう一個こっちの方がやばくて、はい、
あの、ヨリッチさんが移籍したのと同時に、そのチアゴ加入のリリースがセレッソ大阪から出たんですよ。そしたら、数時間経って、ブラジル方面から、ちょっと不穏なニュースが来たんですよ。何よ。え、まだ移籍 OK って言ったつもりないけど。いや、もうすぐそうなるじゃん、ブラジルとか。まだ、もちろん、だってこっち、ちゃんと金振り込まれるんだったら別だけどね、みたいな。駆け引きかましてくれてるんですか？そうなんです。何これ、何それ。もし、まあ、もうリリースは出てるんで多分大丈夫だと思うんですけど、振り込みの例えばラグとかのしかないと思うんですよ。なるほどね、なるほどね。だからもしただこれが取れてなかったみたいな問題なら、はい、ちょっと問題ですね。まあ大丈夫そうですけど、なんかちょっとその辺もぐちゃぐちゃっとしたところはあるよということですね。はい、うん。でもただもう一個問題なのが、チアゴが仮に取れてこれたとしても、開幕はもう間に合いません。ああ、そうか。開幕はいつでしたっけね。2月の27とかなので。2週間隔離とかね、そういうのがあるから。で考えると、それこそあの空港から直。はい。とかの可能性じゃないと。一回ね、あの、羽田の東横インにね、泊まっていただかないと思いますから。ああ、そうか。だから会話の、初めての会話はピッチ上の可能性もゼロじゃないですか。なるほどね。でもそれは現実的ではないので。なるほどね。所詮は瀬古の相方は誰になるのかってことになりますね。はいはいはい。そして今度は右側行きましょう。いや、これちょっと気になって、これね、応援してますよ、南葛 SC。はい、私応援してますから。関東2部に昇格いたします、はい、南葛 SC なんですが、ジェツ、ザスパ、草津、群馬からフォワード、岡戸翔平か。いや、これ僕今知りました、これ。耳が早いね、先生。ありがとうございます。私、応援番組やってんですよ、5、6年も。その私が知らなかった情報、先生が。すいません、僕の方が早かったです。嬉しい、これ。だって、草津でずっと見てたからさ。ねえ。でさ。で、しかもだから、J2 からってまたすごいですね。はい、そうですね。今までもちろん、くすかみさんとか、青木さんとか、はいはいはい、あの、すごい選手いっぱいいますけど、まただからちょっと J 経験者がやってくるって、ね。来ました。しかもちょっとムードメーカー感あるもんね、岡田さんって、ね。そうなんですよね。そうでしょ、これ楽しみですよね。これは。あとなんかこの間あれでしょ、なんか新たなちょっと、なんか井上選手っていう選手が入った、ね。あ、井上海輝選手ね。あの国際武道大学から、はいはい、ね、読売っちょっと、トケベルディユースからね。これ井上志音選手の弟さんなんですよ。ああ、そう。それもまた楽しみじゃない、いろいろ。またね、そういうところも入ってきてってのが。そうなんですよ、これがね。なんか今年、そのやっぱ清水とか松本が積極的っていうその移籍市場あるけど、なんかいわゆる JFL 以下というか、いわゆる地域リーグのチームたちのこう補強も結構目立ってるなって。はい、面白いですよ、地域リーグ。ね。ね、思いますよね。これ今度ね、コラボで宇都宮哲一先生、フットボールフドッキーのね。はい。あの、お呼びしてお話伺うとともに、ちょっとこれ、南葛 SC 岩本 GM にもご登場いただけますか？いや、来ていただきたいですね。ね、ちょっと詳しく、補強の細かいとこまで教えてくれますから。いや、聞いてみましょう。補強のテクダ教えてくれますから。補強とか、交渉のね。なるほど。大きく。ちょっとこれ、お楽しみにしていただきたいと思います。そうですね。はい、うん。じゃあ続いて今度は左下行きましょう。はい。はい、これ、ミルワカレスに出してましたが、はい、ちゃんと決定したってことで、2021年の1月頭ですね、いわゆる FIFA というか、まあ、イングランドかな、はい、最初から決まったのが、脳震盪で受賞した選手の交代枠ってことを、追加しようってことが、サッカー界に広めていこうって話が出てたんですけど、はいはいはい。もともとイングランドのプレミアとかで途中から導入するようなのも言われていたんですが、これが一応日本でも J リーグと、あとは、じゃあ、あの、開幕したのは女子のプロサッカーの WE リーグの方でも試験的に導入することが決まったとのことです。これ分かりやすく言うとあれですか、脳震盪で退場になった場合は交代枠1個消費されないということですか。まあ、要はですね。枠にならないっていうことですね。なんかね、ただね、はあ、2案あるらしいんですよ。はい、あ、はいはい。ちゃんと言いますね。また脳震盪の認定が難しいですもんね、またね。それね、いや、そうなんですよ。あ、なんで、で、1つがね、はい、2案があって、これをどっちにするかってことをこれから決めるらしいんですが、はい、脳震盪になった場合、各チーム最大1人まではプラス追加ができるかっていうのが1案。はいはいはい。で、もう1個がですね、うん、各チーム最大2人。脳震盪による交代が使用された場合、はい、相手チームも、理由に関わらず、交代数を追加して行うことができるっていう。なるほどね。
だ片方は脳震盪とは言えたら、バランスがフェアリーな青メディアのもあるだから。まあ、確かにそうだね。確かに確かに。でもこれいいルールだと思うんだよ。脳震盪って避けられないかったりもするし、これ相手がラフだった場合に脳震盪の交代で一個消費しちゃうのは不公平だなっていうのは思うじゃないですか。うんなの で、 で、脳震盪は危険だから続けちゃいけないし、これはいいルールだと思うけど、うん、今の2案目でいくと、だから、7人交代、7人交代まであるかもしれないってことですか。あり得るってことですね。いや、面白いじゃないですか。もう、全員出る。すごいことになっちゃう、ね。全員出る。だから、ベンチの選手も、それこそ、アップにも4年はないです。何が起こるかもしれない。そうだ、確かに確かに。交代枠が終わってもアップしなきゃいけないみたいなこともあるかもしれないね。そうですね。でも、これはやっぱ守った方がいいよね。そうですね。これはもう大事なことだと思うので、まあ、ここからどうなるか。あとはまたね、続報出ましたら、ミラーカーでもお伝えしていきたい。脳震盪の判定がちょっと難しいよね。確かにね。まあね。ドクターが常駐してなきゃいけない、ね。そうですね。常駐して、まあ、またちょっと分かったら、ちょっとお伝えしていきたいと思います。分かりました。ありがとうございます。はい。はい、そして真ん中でございます。出た。元気かな。はい、斉藤美月選手、ルビン火山ですでに実戦デビューした模様です。はい。こちらサッカーキングさんとかであのニュース出てるんですけれども、はいはいはい、そんな斉藤美月選手、なんとデビュー戦が面白くて、うん、練習試合、セルビアのパルチザンと対戦しました。お、うん、なんで初戦からなんと斉藤美月 VS 浅野拓磨っていう。金髪お兄さんジャガー。兄ジャガーが。そうなんですよ。はあはあはあ、すなっちゃいました。へぇー。どうだったんですか？ TM は。まあ、TM だからね、別に結果はあれ。浅野さんは、うん、右サイドでまずスタメン出場だったんですが、はいはいはい、斉藤美月選手は途中からの出場になりました。で、もう前半から 3-0 でルビン火山がリードする状態で、はい、で結果的に言うと5対2でルビン火山勝ったんですけど、その5点目ってのがルビン火山 PK でゴール決めたんですよ。斉藤美月が、あら、コーナーキックのキッカーになって、それを蹴ったボールから PK が生まれたっていう流れだったんで。ほら、じゃあもう友達できたってことだね。チャンスメイクしてます、ね。お前蹴っちゃえばいいじゃんって言ってくれてるってことだもんね。そうですね。嬉しいわ、これは嬉しいわ。嬉しいですね。デジッチの、容量使ってるかな、あの。いや、やってほしいですね。楽しみですね。どういうの出てくるかね。まあ、そんなこともあった模様でございます。友達できました。部屋入ります。コーナーキック、お前コーナーキック蹴っちゃえよ。指名されました。みたいな、もう撮ってるかもしれない。ということですね。見たいですね。はい、はい、まあ。ということでございます。はい。そして一番右でございます。これ、先日ながら我々のニュースでございますけども。はいはいはい。ミラク今までだいたい1日2本ずつ動画出してきましたが。はい。ね、マサ。はいはい。ミラクこれから毎朝のニュース出そうかなと思っていて。朝ミルクをね。朝刊ミルクを出し。そうそう。で、これまでのなんか戦術的なものとかデータ的なものももちろん出すけど、うん、1日3本ぐらいになるんじゃないかと、リスナーの皆さん思っといてください。キレキレですね、先生ね。まずはちょっと聞きやすいね。ちょっとフリートークベースみたいな感じにニュース載せていくみたいな感じでやれたらなーなんて思ってます。うんはい、ので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。先生今日もありがとうございました。ありがとうございました。ね、楽しみでございます。ということでございます。ミルクサッカーで毎日やってますので、ぜひチャンネル登録、高評価、応援していただきたいと思います。また明日お会いしましょう。井上真でした。ノーミルク佐藤でございました。皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。